大丈夫です。渋谷スキーもボコボコだったよ、神戸でそういう話をですね。ここでいいですか。うん、先生前に、皆様ようこそお越しくださいました。もう未熟ながら、司会を務めさせていただきます、7月堂の知念と申します。よろしくお願いいたします。では、まずトークをいただきまして、その後にまた質疑応答を少し時間をありますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。あ、そうですか、はい。どうも皆さん、お寒い中というか、今日何人の方が来てくれるか非常に不安になりながら参りましたけれども、大勢集まりいただきまして、どうもありがとうございます。ここでお話しするのは何年ぶりか、前は世界俳句についてだったんですけれども、その時私一人知念さんだったんですけれども、今日は私の東大時代の恩師と言いながら皆さんに配布している資料の中で、私一度も平川先生の授業に出てないんですけど、この80代 の、 長、まあ、なんですか、長老の方、それから、20代のギタリスト、新進ギタリストですね、この2人の、力を入れてこういうイベントを開かせていただいて本当に嬉しい。ちょっとまたどもりそうになってますけど、先ほどもどもるっていうことも、またこの先生の方からいろいろ私は何でどもるのかっていうことも説明があるかと思いますけど、早速私の第14句集、ブラックカード、皆さん多分お買い求めいただいたと思いますけれども、サインも私の本、あるいは平川先生の高い本もこの後お買い求めいただけますと、サインもそれぞれいたしますので、よろしくお願いいたします。お手元にこれ、平川先生、皆さんに6枚読んで6枚資料が、配布されていると思いますけど、これは本来は私にだけこっそりと、はい、どうぞ。聞こえますか。はい、私ね、このプリント皆様に配るつもりは全くなかったんです。私がこういう話をしたら夏石万弥が立ち往生するだろうから、あらかじめこういう話をするぞと教師 の、 親心で送ったら、もうこの人すぐ自己宣伝に使うから、こうやって座られてしまったんで、これから少し違うこと言っていじめますから。で、先ほどドモルって話が出ましたが、この方は日本語でもテニオ派が抜けるんですね。で、私フランス語の教師だったんですが、漢詩とか前置詩とかそういう日本人にないないのは落ちるんです。何が残るかっていうと、本質的なことは残るんですね。で、俳句っては結局本質的なことを言えばいいわけだから、そういうのをどんどん削った方がいいわけで、ね、で、17世紀の松尾芭蕉、21世紀の夏石万弥と本人は称しております。ご期待くださいませ。はい、あらかじめこのなんか空飛ぶ方の方なんか褒めてくださってるんですけど、ブラックカードの方はけなしたいとおっしゃってるんですけれども、まあ、その中でも、まあ、ブラックカードっていう種、自分でどこまで平川先生の方が皆さんに お配りしました資料では、まあ、去年おととしと私の父親母親が亡くなりまして、その、まあ、晩夏というか追悼句をまず褒めてくださっ て、ね、でそこにも徘徊味があると書いてくださってるんですけど、そのあたりどうでしょうか。それじゃあ始めますよ、はい。で、夏石さん、ブラックカードね、レッドカードとかそういうのはいいよ、わかりますけどね、ブラックカードってマイクなくてよろしいですか。先生、はい、ブラックカードってわかりにくくて困りませんか。で、第10四句集ですが、四苦八苦して、ホックするわけでもないけど、
しかし気楽な俳句じゃありませんね。夏石番屋の野蛮っていうんですか、ソバージュ・ファルーシュっていうんですけど、フランス語で、要するに文明化されてない男なんですね、この人は。そこがいいんで、本能的な音声を露呈していて、そこが面白いんですけど、しかし面白いなんていう軽い形容詞を用いては失礼かと存じます。で、冒頭に父君の詩が一連の句で歌われ、夏石の緊張感動、こうした事態に直面して神経が研ぎ澄まされていることが分かる、ね、で皆さん句集買ってらっしゃらないようですけど14ページいっぱいありますね。だから、雨音聞こえずひとときの死のとこは5回、ね、で斎藤茂吉は母親の死に際してはためかまわず涙を流した自分を死にたもう母の連作で歌いました。で夏江氏は死にたもう父に自分のことは言わないが5階の病棟で五感を集中している、雨は止みつつ渾身の父の肺、ね、お父さんが肺って言ってくれた、雨の夜家族のために口を動かす、そんな父に家族は一喜一憂しています。病室に満面の笑み、一度の奇跡、あ、生き返るかと思ってた。で父の目は祖父の目、その奥のさざ波、その目を夏石番屋が凝視した。本名は乾正幸ですが、今そう言われてすでに本当にはにかんでます。何書いておいたと思うんですけど、私の方を見てみるといらっしゃいます。いや、ちょっとね、正幸の目の奥にもさざ波が見える。で斎藤茂吉は生死の境にいる母の傍らで、死に近き母に添い寝の心身と、遠田の河津天に聞こえるとカエルの声を耳にしましたが、夏石番屋は水漏れの音を耳にする。生は死か死は生か水漏れの音、ね、こういう水漏れの音なんて平凡な音を耳にする。生死分かれる間にであります。これが叙情詩と違う徘徊だと思います。ここで脱線しますとね、カエルっていうのは日本では俳句に出てきますが、西洋では俳句っていう、カエルを詩に歌うと滑稽なんですね。猿とかロバと同じ扱いになる。不思議なもんですね。で日本では古今集の昔から古今集の彼女に河津って出てきますね。であそこに木の宿坊が漢文で序文書いてる。でそれはね、カエルじゃないです、セミなんですね。セミの方が高級で、少なくとも北シナではそのセミの方が死にふさわしいと、そう思ったからじゃないかと思いますですね。それでね、大きな静かな手のひら93年を宿す、ずいぶん長生きなさったんですね。で長生きの家系なんです。ああ結構ですね。母親も93、両親さんが競ってましたけど、寿命も93歳まで来ましたね。まあ、去年だと95とか数えになるんですか、万ですと本当に93で2人ともなるんです。だから自分の学生なもんで元気がいいから、夏石番屋まだ30代かと思ったらもう50代だって言って、へーと思ったわけであります。でちょっと今のは叙情性があって、和歌の世界に近くて、親の体に自分の手が触れた穏やかな感動です。これが斎藤茂吉だと自分の手のひらの感触を歌の中に入ってきて、死に近き母が額をさすりつつ涙流れていたりけるからという、こう主情的な気持ちの発露になります。茂吉はもう泣きっぱなしで、鼻も垂れっぱなしで、まあ垂れっぱなしって書いてありませんけど、俳句はそんな叙情的な感傷に浸らず、自己客観視が即色ですね。しかしこの夏石番屋は非常に主観性の強い男で、それで好きになったり嫌いになったりする男ですが、それが桜咲き呼吸をやめる仕事が終わると神妙に父の死を見取っています。やめる終わるのるで止まる、その考えといいましょうか、そうした俳句をご本人を前にして私などが論評するのも失礼に当たるかと思いますが、桜が咲いていい時に父上はお亡くなりになりました。で私がこう
批評すると連想がついひょうきんな方に走りがちで失礼に当たるのではないかと恐縮なんですが、猫に誘われ雲から雲へ飛ぶ父よ、雲から雲へ飛ぶ父よっていうとね、私ね夏石万弥の句集で一番いいの空飛ぶ方法で、これはノーベル文学賞クラスだと思ってるんですけどね、それでまあお父さんが空飛んで、それで法皇様がお会いするっていうか、法皇様が今頃くしゃみしてるのね、そうするともう夏石さんは顔くしゃくしゃしてるわけで、こうした笑いは夏石万弥の空飛ぶ法皇というのを読まないとわからない。これは素晴らしいもんですよ。で私の目利きがいかにいいかっていうのは、彼の縦横無尽でしたか、俳句縦横無尽っていう、随筆集にやっぱり世界各国でね朗読してね、一番評判なのは空飛ぶ方だ。それはもういろんな役が出てるんですけど、役者が面白がってるってことはよくわかるんです。でイタリアなんかでももちろん役出ましてね、でそれはまあ法を冷やかす方ですから左翼の新聞なんですけど、そういうのも皆さん面白がってるね。書評が出たんですね、では本人読めないから私に訳してくれっていう、漫画となんか対比してセラトクの書評が出て、評価が出てました。ユマニテ、ユマニタ、ユマニタ、そうかな、リベルタじゃないか、あの共産党のイラッタリー、リマニテはフランスの共産党よ、そうです、間違えちゃいました、ね、はい、でそうですね、でね、なぜ空飛ぶ鳳凰の句集がいいかっていうと、全部空飛ぶ鳳凰が出てくるんです。だからある句集に一つのテーマが一貫して流れてるから連想が分かりやすいんですね。でこ の, ブラックカードの中にもその空飛ぶ鳳凰出てくるんですが、たまたまポツンポツンと出るから、ね、何のことだか前の句集読んでる人には分かる。で夏石万弥はこれ甘え子だから、みんなもう自分の句集買って読んでると勝手に決めてかかってるんですけど、皆さんそう買ってはいらっしゃらないから、まあ池袋でお目にかかった方はきっと買ってらっしゃるんでしょうけど、そうじゃないからそれはちょっと困りますね。でね、だからちょっと分かりにくいのもあるんですが、嵐果て雲も神々しき恋し、これはきっと父意味が亡くなられた前後の事態の中だと、そう読者が心得るから、その気持ちが光を放って伝わる。この小石が結びに来る取り合わせがよろしいと思いませんですか。これ嵐果てですね。嵐果ててじゃない ね、はい、ね、で音が崩れますね、果ててたんです ね、だけど音が溢れた方がいいっていう人だって言いますよ。この句の場合は嵐果てって、ね、こう、ね、そう切れた方がいいですね。で今夏石万弥がこれが正解だって言いましたけど、俳句に正解はないんで、読む人が勝手に訳したって、それは返したっていいわけですね。俳句の多元的可能性ってのは今日のこのトークの題じゃありませんか。そうですね、はい、で不思議を亡くなされた後、永遠の少年夏石万弥こと乾正行、ね、で気持ちの整理がちょっとやっぱし突きかねた。で感動が残るわけですね。で喜怒哀楽には正解がない青空、自分でちゃんと正解がないとこう言ってるね、自分で気持ちがスパッとこう、ね、はっきりしなかった、ね、で要するに俳句というのはいろいろな可能性があって、皆様ご自分で解釈なさいましょうが、平川という解釈者は性格が歪んでいるから、平川解釈は歪んでいていけない、歪む方が面白いって今日呼び出されたわけであります。あ、その通りですで夏石万弥で今晩こう正解がないこのトークと、トークの席上でも私とくとくと茶化すと最初から書いてあるんで、それ今ここで皆さんの前で印刷されたの読むの困るね、勝手に言うが印刷しちゃって、しかし茶化すのもそれも今晩のトークの兄弟の俳句の多元的可能性のうちかと思います。俳句ってのは面白みがあるんですよ、笑いもあるんです、ね、でどうも真面目になれないって書いて、その次
皆さんの中にきっと大声になる方いらっしゃるかと思いますが、私にはね、その福島とか広島とか、もう横文字にしましたけど、こういう市役所はとかくスローガン化するので苦手なんですね。でね、嫌いなんでしょ。私ね、実は1950年代にフランスに留学して、非常に古いんですけど、そこでアンフォルレの画家 の今井春馬ね、その頃加藤修一なんていうのは貧乏で、3人とも通訳やってて、向こうが平川が一番できるなって言ったけど、その頃ね、今井春馬がね、要するに左翼の評論家ってのはダメだ、率直に物の本質に向かわないからダメだ、岩波の世界なんてダメだと言っててね、僕は今井春満からいろいろ教わったね。やっぱり画家って本能的でいいもんだ。ところがね、それが最晩年ね、原宿 の女の子を描く前に、自分の絵に南京大虐殺っていう題をつけたんですよ。まあ、ピカソがゲルニカ虐殺を画題にしたのと同じ点で、そうするとね、これやっぱりウランからの下心が見えてね、私不愉快でした、ね、今泡沫政党がみんな脱原発って言ってるでしょ、ちょっと似てんじゃないかって言われて、そういうと言うと私家内に叱られるんですよ。で、まあ、それでちょっと疎遠なうちに今井も死んでしまった。で、嘘を言いますとね、ここにも変なこと書いてる、今日これやっぱし YouTube で流されたら私やられんじゃないかね。いや大丈夫でしょ。大丈夫。本当にそこちょっと長崎でもうんぬんうんぬんってちょっと読んでみるか、読まない、声出さない方がいいんじゃないかな。いやもうご遠慮なく大丈夫です。大丈夫ですか、はい、私が責任を持ちます。だって裁判で訴えられた、訴えられる、はい、それでね、やっぱし巨大な像でもなんかグロテスクだで、あれはグロテスクだねってできた当時は長崎の話、ね、そうなんです、ね、戻った小屋の厚から長崎の話に戻った。それでその頃はできた時あれおかしい、グロテスクだってたけど、平和記念像だっていうとね、批評できなくなっちゃったんですよ。これやっぱし良くないんでね、美術評論家集めてね、抜き目で取り壊すべきかどうか、ね、評決した方がいいんじゃないかと思います。高村光太郎みたいにね、有名になると十和田湖畔に乙女の像って立ってるでしょ。でやっぱり土地の人はあれおかしいと思ってるんですよ。だからなんていうかって言うとね、バスのガイドがね、土地では太めの像と申しております。こういう皮肉は言えないっていうのは、言論社会、言論自由が足りなくなるんじゃないかなと思うんですが、で、ちょっとそこはもう、はい、その辺で通しから略しまして、で、母の訃報を冷たい泥水かき回す、ね、で斎藤茂吉だと死に近き母に添いにして、はい、心身と灯田の河津天に聞こえる、ね、で灯田だから泥も水もあるでしょうけど、水の質が違いますね。で灯田の方はカエルの声が印象の中心で聴覚により訴えます。それが茂吉の心とともに天に響き合ってる、ね、それに対し冷たい泥水かき回すが夏石板屋の新章風景で、じゃあこの男は冷血動物かっていうとそうじゃないんですね。やっぱりピーピーとする緊張感があって、これぬるま湯かき回すじゃつまらないでしょ、ねね、で次は父母と読むんだろうと思うんですが、そうでいいですか。父母なき父母なき父母です、父母ですか。父母なきふるさとに帰ろうとする寒さ、これもぬるま湯ではない、ね、寒さと作者が最初から言ってしまったから、そう言ってしまったんで緊張感がやや薄れたったらいかがですか。まあまあそれも計算済みですけど。そうですか、はい、うまいところで計算済みっておっしゃいますなかなかたさんしかし俳句作るには皆さん結構計算するんです。計算してない効果もやっぱり結果的に出たりしますね、うんうんうん、はい、薄ら寒いのはいけませんですね。やっぱり寒い方がいいですね。で
なんで授業に出なかったかというと、あんな俗物の平川の授業に出て変わるもんかと思ったに決まってんで、後でなんか自分の俳句褒めてくれるから褒めてるんで、これも計算のうちです。ちょっと授業出なかったというのは違うんですけど、これはあなたのお知らせしようまあいい、そうだ。いや、先生の授業はね、受講規模が多くて、教室を変えるんですね。たくさん受講生が多いんです、授業の最初に。でそのうち私もなんか根気がなくなって、その教室が変わるために逃げてしまったって、それだけの話なんですけどね、はい、いや皆さんご覧のように乾正彦って額がでかいでしょで、ね、よく喋れないでね、なんか飛びかかってきてね、その額でずっとこう突きやるんですよいや、そういう暴力かけたらないよ、それでね、だから教師も教団から飛んでしまう、ね、何か文句を言ったらしいが、いつも本人気がせえてんで、それでさっき言ったように女子抜きで話す、フランス語も漢詩抜き、これが俳句の本質で残るんだ、残るのは感受性だけなんだ、ね、永遠に17歳のいかれる青年かと思っていたら57歳になっている、40年取りましたね、うん、でね、なんで永遠の青年だっていう印象が残ってるかっていうと、私そう授業にも出てないこのこいつ面白そうだなと思ってたんですね。それで大学院の学生と一緒に岡山の学会行ったんだと思うんですね。そうですね、はい、で備前の静谷にこう見学に行って、帰りあれ新幹線ですか、そうです新幹線です。そしたら相生の駅に取り掛かったらね、この大の男がね、あそこがうちだって言って、こう列車の窓辺でね、突然関数を上げて、あそこってこういうわけね、遠足外の小学生見えるんです、新幹線から本当ですね、私の実家、ね、この男は天性の詩人だなと思いました。顔をほてらせて騒ぎ出した、ね、それだけにね、秋でしたね、あれ、そうです、静谷学校、もみじが、そうそうそう、綺麗でしたね、女子学生は特に綺麗だったね無双の家にしかなく、ふるさとを去るという国は寒さ、寂しさ、それでいて懐かしさが混じり合ってます。で、駅からほど遠くないところにあったはずで、後にサーチになってパーキングになったんでしょ。違います、それは聖火で、あ、そうですか、パーキングじゃなくて今はもう国道2号線が走ってます。あ、そうですか、実家の国道2号線が走ってるところでなんで鹿が鳴くんです。で実家はまだ残ってます。でこれ鹿が鳴くのは実家の方、そうか、すぐ山の山を切り切った畑の後で、いや山奥でそれで結構ですね、はい、ね、でも駅に近い、確かに 10分以内に駅に行けるんです。だけど山奥ではやや月並みなくになりますね。この人そのパーキングになったところでね、突っ立って写真撮ってね、自分の義勇に写真載せてるんですよ。王様、パーキングの王様、ね、そんな出てたっけなんか俳句にならないからね、パーキングの王様、いやもうそれくらい平川さんの俳句として年賀状に発表してください、今度のブラックカードでいい国だと絶対思うのは、母の遺体の前で崩れる亡き父の靴、実直なご両親が忍ばれます。で夏石俳句は言葉がけつまずいたり蹴飛ばしたりして屈折がある、ね、荒々しくている、言葉も気持ちも崩れる、亡き父の靴も崩れる、そう感じる、ね、この句はいいですね、読む人に印象されます。で、あんまりこの人親孝行な息子だったと思うんですね。で、この乾青年でなくイノシシ大人は存外臆病でありましてね、自信過剰のくせに過剰に自信を怖がる、言葉あさり徘徊ですね、語るでしょで、二重の夢中の元日を揺すぶる自信、ね、夏石番屋なんて偉そうな俳句をつけて辺りを平言してますけど、元日から地震が怖くてね、地震で揺れてんじゃないんです、貧乏ゆすりしてるんです、ね、見えない恐怖感に怯えてるんですね。今度の句集もむやみに恐怖感が多くていけないね、信念や見えないセンスを見えない傷、信念や見えている臆病っていうのがなんて番屋の初ゆすり、これ連敗ですか。そうですね、屋根の上の牛の下にも放射能、夏井先生
仙台名産の牛タンが食べたくてたまらないんですね。お腹はグーグーなるけれども線量計がガーガーなってるんですね。この人ね、臆病で線量計見つかってるんです。いや間違います。5つだっけ、合計5つ買ったんだっけ。今5台目ですけど、それインチキの線量計、中国製で安物買うから。日本製もインチキでした。あ、そうですか。上がらないっていう、線量が上がらないのがでした。今ウクライナ製が今こういうのに引っかかるところが、あの夏石俳句なんですね。で、あの東北の被災された方々には相すいませんが、この具、ね、屋根の上の牛の下にも放射能、なんか深刻っていうより滑稽じゃございませんか。どうですか。もっともそのより大きな恐怖を隠すため滑稽だと平川が言ってるだけかもしれませんが、で、あの皆さんの中の何人かもそうだと思いますが、次々と送られてくる夏石バイヤーの句集、どこに片付けてよいか、皆さんお困りでございませんか。あれ、この人はほとんど変わってくれてる気がするんです。あ、そうですか。あの捨てたっていうわけもいかないしね。で、あの句集では空飛ぶ鳳凰が必ず夜行性に残る句集であると、あのそういう確信私持っております。万一残らないことがあれば、それは夏石が悪いのでなく、私の目利きが悪いのでもなく、ひとえに後世が悪いのであります。で、あの正月のお塗装をいただくうちにそう確信いたしまして、しかし私の推薦にもかかわらずなんとか文学賞を取らなかった。で、あの今度の句集にも我が右耳は日本に帰らず鳳凰とと歌ありますが、この連作でなくてね、こういうふうにバラバラに空飛ぶ鳳凰がブラックカードの中に出てくると話は通じにくい、ね、西洋では子供を叱るときに耳を引っ叩いた、頬を冷やかす口を出して英語訳だけでなくイタリア語まで出て、でももうフィンランド語とかいろんな訳あるんです。あの世界で一番名の知れている日本の詩人ですね、あなたは。あ、自分でちゃんとあの名付けられてで、あのそれでね、イタリア左翼の新聞で褒められたから、法王様がお怒り遊ばして夏石バイヤーの耳を掴んで離されるかと思ったが、どうもそうではないらしいんですね。で、その俳句作者は句をこしらえて自分の俳句は世間に通じると思っているが、それから仲間内は自分の口をみんな読んでだろうと勝手に思っているけれども、あのそれは他人の行為にだか善意だかにすがる甘えであって、だからあの私ね、土井武雄先生の、あの人非常に英語うまいです。で、英語でいろいろ外国の文学も甘えて分析してるんで、それを編纂してイギリスのグローバルオリエンタルってとこから出しましてね、その序文でね、私あの俳句っていうのは甘えて説明すると分かるんだっていう、あの要するにどういうことかって言いますとね、あの五七五の短い詩の世界ではややもすれば言葉足らず舌足らずとなります。で、作者は十二分にものを言わぬが、それでいて読者が理解してくれる。それは五七五という氷山の海面に露出した一角であろうとも、その表面に突き出た部分を見た人は水に隠れた見えぬ背後に大きな氷塊があり、作者と読者と模型でもあるかのようにその水面下の部分を了解してくれるからですね。夏石バイヤーはうちでああって言うと、あの鎌倉さゆみがハウと分かるというそんな関係ですね。そうでしょう。はい。そこにいますね。まあ、すいません。いない。あの写真係もやってます。で、あので話がかなり通じるんで、我が右耳は日本に帰ると鳳凰と飛ぶと、だからこう闇雲に言われるとわからないですね。で、その次もっといけないのは、はい、先進動向から空飛ぶ鳳凰、ペプルトニウム。ペプルトニウムって何ですか。全然わからない。私はヘルプレスですね。しかし、そう、あの海底のタコが友達、空飛ぶ鳳凰、こういうのはいいですね。あのこの方は姫路で、姫路のところでなんか場所をこんな俳句歌ってませんか。ね、タコツボやね。タコツボね。だから明石ですね。だからだけどこの海底のタコが友達、空飛ぶ鳳凰って言うとマンガチックでしょ。で、あのタコも海底の王様なら鳳凰も
手足八本の王様みたいなもんじゃないでしょうか。それで夏石マリアも一種の王様ですね。で空飛ぶ鳳凰クジラの背中でトランジット、これも漫画の絵になります。で現代の武装風のイマジネーションのバリエーションですが、しかし修復とは言いかねますね。その武装風だとやっぱしみやびやかっていう画詞がありますね。でそれでさらにね、空飛ぶ鳳凰ババ雪今日の初日の出、これだと皆さんよくわかるでしょ。空飛ぶ鳳凰ババ雪今日の初日の出、でこれはめでたい元旦の句だ、ね、でこの分かりやすい句は実は夏石さんから空飛ぶ鳳凰を贈られた平川祐博が2009年その句集でもって新年の読み初めとしておとそ気分でね作者に書き送った年賀状の返事の句であります。これは私の句じゃありません。だから突っ込んだ目でしょ。そういう字に返事類した返事を出したのに、なんか面白がってね、夏石マリアに見込まれて空飛ぶ鳳凰の何ですか関する随筆を書けっていうんで銀融に下手だとか今月並みだとか言ったくせに書かせて、でまあもう失礼なんですけど、文章は脱筆ですけど、俳句の方はね、それはもうこちらの方がそれプロですから、文章は僕ら先生の。まあ、そういう失礼なことをしてあげました。ごまわすけど、今ごまわすっても成績はもらえませんけど、でもらったらしいです。まあ、ほとんど今日は私楽をしようと、ほとんど平川先生もう40分近く喋っていただきまして、まあ、先生、まあ、こういうふうに漫談風に、なんか夏芝居の俳句と論じたりなんか前にするとなんかいろんな人がこう構えたりなんか固くなってしまうみたいなんですよ、なぜか。怖いんですよ。いやでもまあこれ平川先生やってもらって、この生身の犬今最近はまあポイントポイント結構特に20代のポイントをよくご存じなんで、まあ、そこから時をほぐしてくださって、多分お話を聞いてくださった方は前よりは私の俳句に親しみを、私の結構人間臭さが結構出てるんですけど、ね、ただ初日の出の句に比べれば初日の出の場合はもうめでたい、これの完結してもうそれ以上言いようがないという俳句なんですけども、やはり俳句は短いですから、まあ先ほど先生ですね、この気持ちの整理がつかないと言いますけども、確かにそういう部分があって、整理がつかない気持ちのいろんな、まあ、人間の気持ちってのは一時に、特に私の場合がそうなんですけど、一時にいろんなことを感じてしまうんで、一時にいろんなものを感じてしまうんじゃないかと思ってしまうってことも、どこをその最初に言葉にするかっていうそこで考えてしまってと思うんですけども、俳句の場合は結構ですね、これ修練すると一時に感じてしまう、あれ無意識のこともこう表現できるっていうことがあって、非常に深刻な句も実は深刻な句として読んでいいんですけど、だからこの句集の場合はかなり深刻な句がいっぱいありますけれども、それも一つの読み方楽しみ方であると同時に、今日先生平川先生が時をほぐしてくださったように、もう一方では滑稽っていうのもやはりユーモア、滑稽っていうのも深刻の部分の中で同時にやっぱりそれは考えているんですね。だから私の俳句って結構一つの句だけどいろんな味わいが実はこれ作者が、あらかじめそれはなんていうんですか、あらかじめ想定しながらそういういろんな持ち味が同時に、それから無意識の部分も出るようにっていうのが、まあ、これ私の俳句の一つの特徴であって、大体今全俳句やってる元やってた人たちも大体もうほとんど何ていうんですか、非常に薄っぺらな句が今交換世の中に、日本の世の中には日本には出ていますけど、俳句って結構一つの俳句の中でいろんなものがあるんです。タコが出てきたんで、ちょうど先週の日曜日に、姫路文学館、これ私
姫路の重心学院、まあ、かつてはあの名門校だったんですけど、今ちょっと偏差値が落ちましてあれですけど、姫路重心学院6年通って、まあ、そこの姫路文学館っていうところを、これ安藤忠雄さんの設計でしたけども、そこでまあ芭蕉論、播磨芭蕉記っていうのを、まあ、6回目で、そこで芭蕉論という講演を1時間やらせていただきましたけども、タコツバや儚き夢を夏の月というこれ俳句ありますね、この俳句のために私もあの源氏物語今半分読み上げましたけれども、実際芭蕉は、芭蕉の旅、まあ、日本国内ですけれども、西の端っこは明石、私の、まあ、播磨の古代の播磨の国の明石まで芭蕉は来ていて、まあ、姫路には来てないですね。私の田舎の柳生にも来てないんですが、姫路には来てて、それでただ老いの小組という紀行文の中では明石夜泊、明石の夜に泊まるという前書きがついてるんですけど、これはフィクションです、ね、で実際妻にまた引き返してるんですけど、明石夜泊っていう前書きをつけて老いの小組の中には入れているんですけども、でこれは多分私の発見で、これちゃんと皆さん分かって、もう YouTube にアップするとすると、これももう公然の事実になってしまいますけど、明石の巻、源氏物語の明石の巻に実は物はかなき夢をうんぬんというのを光源氏が紫の湯に明石での恋ですね、明石の君とのいろいろやり取りですね、これを言い訳するところに源氏が手紙の文章に物はかなき夢をとか明石の巻に出てくるんですよ、物はかなき夢をっていう言葉が。でこれ源氏は多分これを意識してタコツバヤのことを作ってるんだと思うんですよね。そうですね、芭蕉です、はい、失礼しました。でこの俳句の面白いところっていうのは、タコツボ先生滑稽とおっしゃったけど、で実際タコツボっていうのはこの素焼きの赤土から作る素焼きの、タコツボが実際明石金粉から今その骨董品として何千円かで買ったっていう同級生がここへ来てましたけど、非常に素朴なタコツボっていうのを昔からその明石の近辺ではあって、で実際場所を見てるんですよ、こういう非常に卑俗な卑近な、雅な詩歌では読まない題材を、まずしかも明石の特徴づける、まあ、明石のタコって本当美味しいんですけれども、関東のタコはまずいんですけどね大体でもこっちで食べるタコっていうのは輸入物ですね。実際その明石の特徴であるタコツボとして非常に卑俗な卑近な、そしてシーカーでは今まで読まれてないタコツボから始めてましょう、それで突然矢で切って、で儚き夢を、まあ、日本人に、まあ、共通の、まあ、無常観にもつながりながら雅な言葉に転換して、で最後は、まあ、月というと普通は秋ですけども、夏の月、これもやはり芭蕉たちが新しく見つけた美なんですね。秋の月はもう散々それまではやられてる、まあおぼろ月なんかも、まあ、冬の月もまああるでしょう、夏の月はほとんどはそれまで芭蕉たち以前ではあんまり日本人の美意識、美しい詩歌あるいは美しいものとして見なかった。だからこの芭蕉の句も一句の中いろんなものが、本来ありえないものがこの中に入っていて、一つ新しい美学を突き上げる俳句っていうのは、こう、まあ、近代以降、正岡式以降、なんか目に見えるものをちょろちょろっとこう小器用にまとめるって俳句が多くなってるんですけど、実は結構いろんな何ですか、異質なもの、まあだからシュルレストたちが海外の20世紀以降の前衛詩人たちが俳句からインスピレーションを、これなんかも矢川先生たちの比較文学に、まあ、学んだおかげで、実は20世紀以降の前衛詩人とか、まあ、音楽も含めてインスピレーションを結構俳句から得てるっていうのも、芭蕉もとんでもないありえないものを一句の中に読み込んでる。だから俳句ってのはこう一元的なものじゃなくて、いろんなものを一句の中、短い中に盛り込んで、で新しい美をそこで作り上げる。でその完成は、まあ、作者はある程度の何かそのフレームみたいなもの、風通しのいいフレームみたいなものを、まあ、言葉としては
作り提出して、それをまあ肉付けするのはまあ読者の皆さんということで、そこに風通しというか割合こう風が通るフレームを作るんで、まあ読者の介入のうち、あるいはそれそこに肉をつけてどういうものにしていくかっていうのは割合この幅が出てくるんですね。まあこの、まあ、私もその何を言うかいろいろあるんですけれども、まあこの広島と福島に関して言えば、これやっぱりほとんどあんまりいい作品という、この福島を出しにして刺繍を売ろうとか小説を売ろうとかっていう人たちが結構いたりしたんですけども、やはりこれはプロパガンダになろうがなる前から一応はやはりこの時代に生きた人間としてどういうふうにこの事態をこう捉えたかっていうのは、こういう歴史の一コマの、まあなんていう資料として、まあ一応私は残して、福島の中に残しておきたいということだった、まあ、ゲリラみたいに大沢あれ今井さんのアフロメルの南京大虐殺みたいなそのプロパガンダにはしたくないんですけれども、ただこの去年から多分 3.11 以降はやはりその、まあ、今回言われている以上に多分この世の中っていうのは大きくこれから変わっていくでしょうね。これは平川先生も私もそれからこれからまあ朗読手伝ってくれる20代の佐々木さんもわからない、ほどこれから先の世の中が大きく変わっていって、まあ、私の口は今回ブラックカードですけれども、その大きく変わっていくっていうことが明確に示されたということを、まあ、このブラックカードっていう自分自身にも突きつける形で、あるいは読者にも突きつけると思ってますけど、突きつける形で、まあ、このタイトルは決まったんですね。このタイトルを教えてくれた明治大学のフェンシング部のキャプテンは、最近私のゼミ古事記をやってるゼミに出てきませんけれども、この言葉を教え子から聞いた時には、やはりこれブログに記事にしてますけれども、あっと思いました。そして、これを句集の題にするタイトルにするってかなり前から実は決めておりました。ただ今回この句をまとめたのは7月で、この田村さんも思わされていて探したけど、出版元の砂川さんの田村さんも言っていらっしゃいます。だからこれで編んでみて、これ3部構成になってます。最初はまあいわゆる日常を読みましたが、日常自体がまあこの両親の死とか地震とか、まあ、福島原発が入って日常自体が大変な波があるですね。このそれから2つ目は海外へと、海外で読んだ俳句で、もう一つがその鳥を読んだ50句、魚海の生き物を読んだ、まあ、中には船が入ってますから、まあ、海の生き物だけじゃありませんけど、鳥と魚を読んだ50句と、まあ、その3部構成にこの句集はして、この3部構成も、まあ、俳句の上の句、中の句、下の句みたいに、そこからまたこの3つの要素、3つの部分からまた一つの大きな、まあ、ブラックアウトというタイトルを超えた何かが皆さんに、提示できて、から読者の皆さんも何かそこから、感じ取っていただければというふうに、思います。それでただ編集自分で編んでまして、まあ平川先生も実は困ってまして、結構だから一言でなかなかブラックカードとタイトルにしてますけど、一言でなかなかこの俳句集っていうのは結構いろんなバリエーションというか変化に富んでいて、リズムももう五七五ではなくて、かなりこれ朗読をいたしますと、五七五以外の俳句が結構あるなっていうことをお分かりいただけますけど、ただこれは単にでたらめに五七五以外の俳句を作っているわけで、それなりに自分自身で、リズムというものを無意識に考えながら、句を作っています。ただその実際朗読しますと、そんなにね、こう交換言われ世の中で言われ、日本では言われるのは字余りとか波長とかって五七五以外は一足らずとか言われるんですけども、案外朗読してみますと、それは
で字余りとかそういうマイナスじゃなくて、それなりのその句の内容に応じた変化が、そして一句の中でも、リズムが変わったり、これは笹久保伸さんが私の先生の高根重心とか私の俳句の中では、一句の中でこの表紙リズムは変化している。でこれが場所なんか割合はまだ当時拍で4拍子もしくは8拍子で収まるんだけど、一句の中でリズムが突然4拍の4分の1拍子から4分の3拍子になったりという、これが多分私の俳句の大きな、多分現代俳句と言われる、今現代俳句協会とかやりますけども、みんな金子ドーターさんなんかももう定型定型って言ってしまってね、現代俳句ってリズムも自由律のああいうもうパターン化した、まあ、大正時代の自由律はそれなりに意味がありますが、パターン化した自由律じゃなくて、やはり一句一句そのモチベーションとかモチーフとかに合ったリズムの変化をする、これが実は現代俳句である。季語からも、まあ、季語が入る俳句も入らなくもありますけど、これは実は現代俳句なんだって、そうじゃないものは実は現代俳句以前プレプレ現代俳句なんだというふうに私は思ってます。でそれ、そういうものこそ、そういう色、さまざまなリズム、さまざまな題材、そして日本であろうか海外であろうか、あるいは翻訳されようがされまい、まあ、いろんな日本語以外、日本語の言葉であろうが、それぞれに読者に楽しんでもらえる、これが、まあ、今広がってきた俳句の、可能だけというような可能性だと思う。で音楽と このコラボレーション、ロールドコンもできますし、世界俳句の中では最近日本の絵の方の絵画の方の応募者が、ね、いなくなって困ってるんですけども、絵とのドッキングもできる。俳句っていうのはある種の、先ほど申し上げた風通しのフレームを言葉として出せるんで、これに映像あるいは、音、いろんなものをつけていって、でもっとより膨らんだ、なんていうんですかね、芸術表現としての膨らみも生むこともできる。兵庫県 その中学をこの6年間ほとんど話したこともない、まあ、明石眼科をやってる、まあ、小山英二っていう、まあ、同級生がいるんですけども、彼がこれアメリカで出した、ターコイズミルクっていう、まあ空飛ぶ、この私のブラックカード以前の句集までの500句の日英大学の本をアメリカで出したんですけど、こういうのは純句には流れないんですね。日本の本ってのは実は流通が孤立してまして、海外の私の出版をこの日本の本屋さんに入ってこないっていう、これはレコードはね佐々木さん入るんだけど、日本の本の流通ってなんかおかしいんだよね。これは日本日英大学ですから、全部序文からないから日英大学、略歴も全部日本語バージョン英語バージョンあるんですけど、まあ それまあ、そこの区から選んでですね、アニメ、動画を作ってくれまして、で音楽もなんか今医者やって京都で医者やってる同級生が音楽もつけて、そういうビデオを送ってくれましたね。だから俳句ってのは言葉を核にしながら、いろんな芸術的なパフォーマンス表現ができるっていう、まあということを今でき始めてるので、これもまた嬉しいということですね。はい、結構時間が来てしまいましたが、はい、どうもありがとうございます。ちょっと質疑応答の時間に入りたいと思いますが、どなたか挙手させていただきていただければいかがでしょうか。清水くんないですか。僕ですか。はい、いえいえ、お金たくさんいらっしゃる。じゃあ、何ですか。僕ですか。僕はギタリストなんですけど。あ、そう、ギター。これからギター手伝ってもらう、はい、佐々木さんと、もう一人の方と秩父前半っていう、まあ、トリオを組んでます。ああ、そうなんですか。じゃあ、まあ、音楽の立場で一言、はい、まあ、一言、はい、どうですか。いやいや、まあ、一言です、一言、感想でもいいですよ、質問でも感想でも、はい、何でも。ちょっと僕の話の方は面白かった、ね、遠慮せない、はい。まあ、俳句ってどんな感じですか。
ミュージシャンから。いや僕の曲しか知らないと、夏芝居しか知らない。夏芝居やの。夏芝居のしか。うん、うん、それで、はい。どんな感じですか。どんな感じですか。そうそうそう、夏芝居さんの俳句は、うん、そのなんて言うんでしょうね、その、やっぱりその最初持ってた俳句のイメージとは違いましたね。そのこれまで五七五っていうのがなんか、うん、やっぱり学校とかで教わるじゃないですか、うん、そういうのをやっぱり覚えてるので、その夏井さんの俳句を初めて拝見した時は、うん、衝撃的でした。やっぱり空飛ぶ方法、あ、そういう最初、あ、それはね、ラッキーですよ。私はもっと以前のね、あの俳句句集とかいただいてるんですよ。ほんと読めなかったんですよ、難しくて。何を言いたいのかなって、教養がないもんだから。だけど、空飛ぶ方をね、いただいた時は、もう感激しましたね。そうですね。俳句がこんなにもね、豊かに、こう、イメージを広げていけるものかっていうね。もう嬉しかったですね、とっても。あ、そうですか。そう。だって、私が普段ね、聞いてるとか読んでる俳句っていうのは、まあ、私の母なんかの高橋修行っていうところの、狩りっていうところで導入をずっとやってるんですよ。ですから私も、もう50年以上やってて、私も小さい時から、その母親の俳句を読まされてるわけですよ。で、ああそうかそうかって感心はしてたんですけど、でも空飛ぶ鳳凰に出会った時ほどの感動を覚えたのはなかったですね。とにかくこう自分のイメージがね、どん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 広がっていくんですね、うん、だから俳句の世界において夏井芝居屋の存在はすごく幸運なことだと思います。私はそれでこの回も主催してみたいかなっていうか、取り持ってみたいなと思いましてね、やったんですよ。はい、なんか感想でも、ね、年配の方いきますか。若い人とか中年年配とか、はい、いつのそうか。あ、歌人は、そうそう、組み立つ歌人の和歌の組み立ついらっしゃる。私は短歌をやってるんです。夏井さんはもう本当に今皆さんおっしゃったように、以前からずっと句集見てましたけど、今度のはやっぱりそのお父様やお母様のことがあったりしたので、非常に分かりやすくて、短歌をやってる私なんかにすごいこう親しい感じがして、どんどん読めました。でそれは何なんだろう、昔夏井さんは縄文だみたいな、ね、芸術は爆発だみたいな、芸術は縄文だって言ってたんですけど、あの分からなさが逆に野生味みたいなのがちょっと消えてて、今回は非常に分かりやすくなっているので、またここから変わっていらっしゃるんじゃないかなと思って、でも非常に今回の復習は私にとってはすごく、私も今年姉を亡くしたのもあって、非常に身に染みて、素材を出されましたね、歌詞を。ありがとうございます。感想とか何か、ご自由にどうぞくださいですね。あ、いかがですか。いいえ、とんでもない質問していいんですか。あ、いいです、はい、いいです、はい、どうぞ。どういうことか、私俳句本当に分かりませんよね、実は。私作ってもない、ありませんし、ただ平川先生のご本を読みながら、先生の中でもやっぱり俳句関係のですね、ご研究一番難しいんです、私にとっては。あ、はい、一番難しいと思うんです。そしてそのこれから質問なんですが、どうして俳句の本というのは高いんでしょう。いやもうそれはとんでもない質問ですよ、だから。いや、それはもう簡単だ。ほとんどの人が自費出版だからです。売れないからです。なんで、ね、入門書は売れるんだけど、その他は売れない。なんでしょう、まあ、売れないってのは。読者を想定して書いてないからね。お弟子さんだけに向けて書いてる。閉じてるでしょ。閉じてる。私の難しいのはこれはやっぱり若い時からこう優しくてね、人に受ける書き方したらもうそれでもうちんまりまとまっちゃいますからね。若い時やっぱ無理し、今ちょっと若い人はあんまり無理をしないんですね、俳句も。詩の方はこれはまとまる。
変わるパターンを繰り返してますね。これある難解さのパターンを繰り返してるだけで、本当にこの新しい領域、表現の領域じゃないですよね。短歌は、短歌は案外分かりやすい歌が田原町以降多くなっちゃいましたね。はい、すいません。はい、いえいえ、どうした。はい、あ、梅沢さん、いつも質問する梅沢真央さん。先ほどのお話の中にもそれにもあったことなんですけど、お話聞いてるうちにちょっとメモ書いたんで、さっきのお話もあったと思うので一応読ませてもらいます。自己表現のためには俳句として定型からどれぐらい離れても許容範囲になりますか？松石さんの場合はどれくらい定型から離れることまでを考えに入れていますか？俳句をしても人してみれば定型かどうかは関係ないですか？別の考え方では定型は古いですか？あ、それですね、はい。まあ、これは理論化しようと思ってるのになかなか理論によって自分をこう狭めたくないし、実際句が生まれて、これは絶対夏至が書いたから俳句だってんじゃなくて、これやっぱ俳句だと思うんで、何時までがどうのこうのって、なかなかそれはね決められない。で、定型、僕は定型って言い方あんまり西洋史の定型と俳句の方式とかちょっと性質が違うんじゃないかと思ってて、定型定型って言うことによって日本の詩歌のリズムとか調べとかなんか非常に平板にしてるような私が聞きます。定型って言い方は前俳句の、もっと前俳句の金子さんまでは簡単に言うんですけど、日本の詩、特に単詩系の語詞とか七語っていうのは定型って言い方では収まらない、もっと違う、もっとなんか現象的な、なんか違う捉え方を本当はしなきゃいけないというふうに思ってますけどね。これはリズムは必ず なきゃ、これ俳句でもなんでもない、3分の切れ端になりますから。はい、はい、ありがとうございます。ちょっといいですか？外国人の俳句の訳は一行詞みたいなもんですよね。いや、違います。違います。これはやっぱりほぼ3行に3行に分かれます。まあ、句によっては2行に分かれるものになります。だいたい2行か3行にまあ、いい俳句は多少元の句が多少短い長いがあっても、場所の俳句「炉の声何をって払った氷や言涙も含めてこれ3行に収まります。で、1行が多少長いとか短いとかですね。はい、他にどなたか発言されたいかと版元の方がお見えになっているので一言、今までもね、たくさんの俳句句集とかをねお出しになっていらっしゃいますが、その中でもね、ブラックカード、はい、ぜひご感想を。値段高いですよ。知念さん、本当にありがとうございます。ご苦労様です。僕は夏石がやる、夏石って呼び捨てするんですけども、僕は古い、僕も詩を書いていたり、お育ち研究会とかそういう研究会を長い間昔からやってたもんですから、仲間なので呼び捨てにします。で、夏石がやりたいと言うんだけども、俺はできねえよって言ったんですけど、先ほどの定価の、定価のことは、シーカは皆高いです。売れないからっていう、価値があるからです。さすが。そのくらいの、ものを持っていなければ、詩人は、俳人も家事もやってられません。当然買うべきです。なるほど。本当に今日はありがとうございます。いや、どうもありがとうございます。ちょっと5分ほど休憩を入れまして、あと朗読に移りたいと思います。よろしくお願いいたします。
まあ先生もこうやってさ、これね、私ね、先生の中でこれ一番難しいんだよ。これも今日で私復習したんですけど、いや、辻さんのことを考えたら、先生のことを見ながら、俳句だからですよね。難しいですよ、これは。なんか、実は神戸では、先週の金曜日、詩人、俳人一人詩人、うるさ方の倉敷健一さんなんか来て、ブログに詩人俳人の二十句選っていうのをアップしてあります。私のブログ、夏井島にブログで検索してみて、私のブログに到達した今日のことも多分その記事になると思いますけど、このデザイン、中身、じゃあデザインは、この想定から倉本治さんもいらしてて、宝塚にいらして、これカバーのこの模様はですね、私なんか鉱物石かと思いましたら、葉っぱの写真をですね、落ち葉の写真を加工して、これこういうのできてるんです。でこれはなんとなく鳥っぽいものですね。でもっと値段が高いカバーにしようとしたら、版元の社長さんが抑えたという打ち合わせ話はありました。なんかもっともっと高く、銀を使って高くしようと思ってたらしいですけど、面白い。それからこの扉ですが、この印刷はこれでどういくつ買ってるかということを、見抜いた人はいろいろの印刷とかインクのプロだと思いますけど、赤金というこれも実は高いインクを、赤金ですね、赤金をこれ実はここの扉に使ってるんだそうです。赤金とわからないような紙に印刷してあるんですね。こういう渋い配慮のもとの想定だということを先週私も初めて知りました。以上、ここに行って私の出版記念会神戸と池袋に来ていただいた方には、こういう打ち話もおまけとしてお話しいたしました。買いました。佐田子慎さんのスタンバイがまだですけども、佐田子さんがチラシと、あ、チラシないんですか。これペルーで、この人は実は日本よりペルーで有名、ペルーでも14枚、もっと13枚単独の CD をお出しになる。日本ではまだ2枚と、2枚目がこの8月に出ました、翼の終始という、ギター演奏ですね、アルバムが出ております。インターネットで簡単に買えますので、皆さんでも結構CD も高いですね最近。そうですね、週ぐらい数百円、ちょっと手安いんですけどね。いくらですか、夏井さん。3000円です。僕2700円です。あんまり変わらないです。これもやはりこれと空飛ぶ方法の伴奏用の曲も入っていたり、はい、中南米、ペルーに限らず中南米の曲も入っていたり、ご自分の作曲のが2曲、あとは中南米の音楽が入っている。これなかなかいいCD ですので、ぜひとも皆さん今日の俳句朗読のコラボを聴いていいと思った方は、ぜひとも翼の獅子ですね、早速ご支援よろしくお願いします。なんか選挙だったんですはい、それではお願いいたします。佐々木保慎さんです。よろしくお願いいたします。もう彼と結構朗読も10回やってますよね。そうですね。だからもうこれ打ち合わせなしでやります。即興演奏でやってくれますので、はい、僕は何を読まれるのかも知りません。はい一応最初の熊倉君の山、私の一族、あいうえから墓が2つあったのを神戸にまとめまして、私の一族ひいちさんから、村の水子まで神戸に篠原北町に、納めましたので、一応そのツイートも含めて、読ませさせていただきます。雲から雲へ。
病室に満面の笑み、一度の奇跡。病室に満面の笑み、一度の奇跡。父の目は祖父の目、その奥のさざ波と思いましたが、父の目は祖父の目、その奥のさざ波、なだらかな死への坂道、星の歌、なだらかな死への坂道、星の歌。虚栄も死も風もよぎる、ここまで存在す。虚栄も死も風もよぎる、ここまで存在す。雨音聞こえず、ひとときの死のとこは誤解。雨音聞こえず、ひとときの死のとこは誤解。雨は止みつつ、渾身の父の、はい、雨は止みつつ、渾身の父の、はい、死のとこの眠りに飛び込む単語、死のとこの眠りに飛び込む単語。大きな静かな手のひら、93年をなどす。大きな静かな手のひら、93年を宿す。口と肛門開けっぱなしの父、光る雲。口と肛門開けっぱなしの父、光る雲。帯電す、この世の針とあの世の針。帯電す、この世の針とあの世の針。桜咲き、呼吸をやめる、仕事が終わる。桜咲き、呼吸をやめる、仕事が終わる。猫に誘われ、雲から雲へ飛ぶ父よ。猫に誘われ、雲から雲へ飛ぶ父よ。喪失や無限の斜線は桜花びら。喪失や無限の斜線は桜花びら。嵐果て核も神々しき小石。嵐果て核も神々しき小石。生は死か、死は生か、水漏れの音。生は死か、死は生か、水漏れの
おっと魂の交差点では時計が消える。魂の交差点では時計が消える。雨は怒りの灰を海へ流し我が神。雨は怒りの灰を海へ流し我が神。太い骨と細い骨へと伸びる草の根。太い骨と細い骨へと伸びる草の根。神々の息吹に届く東京で微熱。神々の息吹に届く東京で微熱。発熱や沼の底なる岩盤静か。発熱や沼の底なる岩盤静か。再会を運河と花が準備する。再会を運河と花が準備。以上が雲から雲への抜粋でした。今日はあまり話題になりませんでした。海外で作った俳句、コロナ禍ではあまりそのなんていうんですか、先進国ではないところで作った俳句、これが私の世界観にとって、場所がこの奥の細道の旅に行った時も、日本の中央中枢から離れたところで、場所は思いがけない大自然と出会って、最高傑作、荒波宿のいろんな俳句を作ってますけど、久方屋とかですね、私もそのこの地球の中心ではないけれども、何か、人間にも自然にも死にとって大切な根っこっていうのが、こう生々しく、そうです、野蛮だとおっしゃってくれた、あれ非常に素朴で、こう加工され尽くされてなくて、管理され尽くされてない、こう生の野生のエネルギーっていうものを感じまして、句を作りました。それを2つぐらいちょっと読ませていただきます。1つはやはりイスラエルですね。イスラエルでは本を盗まれたり、ヘロド会で本を盗まれたり、イエスの墓のある教会ではサングラスを盗られたりしましたけど、それもいいリポートになっております。これはなんか爆発が、バスかなんかで爆発があったテレグラムでの、国際司祭に出たんですけど、燃える首都、穴の開いた雲に穴の開いた時間出現す。穴の開いた雲に穴の開いた時間出現す。炎熱の坂を削れば蛇が死ぬ。炎熱の坂を削れば蛇が死ぬ。イエスの痕跡もないイスラエルで裸足。イエスの痕跡もないイスラエルで裸足。怪物か母か地中海が洗うには、怪物か母か地中海が洗うには。虹の言語で
俳句を書くべしガリラヤ子、虹の言語で俳句を書くべしガリラヤ子。詩人はサングラスをすられる聖文母教会、詩人はサングラスをすられる聖文母教会。シリアスなんですけども滑稽な俳句です。これは同時にあると思います。雲から来た魚もあらずイエスのテーブル、後書き今少し書きましたけども、イスラエルではこのイエスが、まあ、処刑され、イエスが入場する前も含めて、あるいはイエスが子供の頃罵ったエルサレムっていうのはもう聖地ではなくて人間のもう欲望が渦巻いてるところでしたね。神聖感は全く感じませんでした。それに比べてそのガリラヤ湖、これはまあ、観光地にもなってますし、非常にまだ素朴な雰囲気が残っていて、何かまだひょいとこうイエスとその、弟子たちが嘘らしい格好っていうか、粗末な服を着て、なんか今にも登場しそうな、その雰囲気がまだ残っていました。イエスが裸足で歩いた湖畔へ法王を墜落、イエスが裸足で歩いた湖畔へ法王を墜落。海辺の劇場、イエスに出会うような再会、海辺の劇場、イエスに出会うような再会。右耳はイエスの故郷で眠ったまま、右耳はイエスの故郷で眠ったまま。燃える人、岩と岩には愛などない。燃える人、岩と岩には愛などない。岩でできたイエスの絶望をまた見る、岩でできたイエスの絶望をまた見る。欲望の岩へ吸い寄せられては血を流す、欲望の岩へ吸い寄せられては血を流す。夢で叫ぶトカゲと風と女に叫ぶ、夢で叫ぶトカゲと風と女に叫ぶ。別れの後、七色の時間の棒が立つ。別れの後、七色の時間の棒が立つ。でもう一つ、いただきまして、このイベントを終わらせていただきます。エンクエントローってあるできる大丈夫風の人、ウェリントン、ニュージーランドのウェリントンにもこれは3回しか続かなかったウェリントン国際司祭に招かれて初めて、ニュージーランドオセアニアに行きました。風が本当に強くて、台風並みの風が晴天晴れた日にもあって、それでも普通に人々は暮らしていると非常に不思議なところでしたね。もちろん南半球ですから太陽は西から昇って東へ沈むという、これも私の世界観というものが今までの世界観が覆った場所の一つでありました。風の人、シダは時間をかき回す。風の人、シダは時間をかき回す。風のドーム、歌のドームへ、南極からの横雲五本、歌のドームへ、南極からの横雲五本。風の人、風の不在に風見える、風の人、風の不在に風見える。
解消それは我が原始の心のフィルム、回想それは我が原始の心のフィルム、風の首都、回想を食う日本人、風の首都、回想を食う日本人、風の首都、磨き抜かれてオリオン座、天の羊は祝し地上の羊は膨らむ、天の羊は祝し地上の羊は膨らむ、雲を低くウェリントンの窓は大声、雲を低くウェリントンの窓は大声、これ大声ってのは掛け言葉かもしれませんね。笑えること、大きく吠えてること、それから楽器の覚え、まあどっちも解釈あると思います。風の首都、毛深い果実は揺れません、風の首都、毛深い果実は揺れません、羽と小石と海藻からは歌が生まれる、羽と小石と海藻からは歌が生まれる、風の首都、ケルト十字へ歌う人、風の首都、ケルト十字へ歌う人、烈風吸い込む翡翠の斧は死の斧か、烈風吸い込む翡翠の斧は死の斧か、雲の列車が通過し東に日が沈む、雲の列車が通過し東に日が沈む、風の首都、後ろのカモメを少年知らず、風の首都、後ろのカモメを少年知らず、はい、どうもありがとうございました。半球でも日は東から昇ります、西に沈みます。苦しいなと思って悪いと思ったんです。私もおかしいなと思ったね。南半球だから南ですね。朝日は東、日は西っていうので、ブラブラ売れる人があれば一緒にどっかこの近くで寄りましょう。残ってください。どうも、はい、どうもありがとうございました。